日本の 99% が知らない夏祭りの秘密を、あなたは知っていますか？もう夏も終わりね。霊夢は今年の夏、どうだった？私は夏祭りに行ったわ。やっぱり屋台が楽しくて、金魚すくいとかたこ焼きとか、ついついお金を使っちゃったのよね。それはいいな。でもな、霊夢、夏祭りって表の楽しさだけじゃなくて、知られていない隠された秘密もあるんだぜ。え？そんな秘密があるの？それって何なのか気になるわ。それじゃあ今回は、99% の人が知らない、夏祭りの秘密、を6つ紹介していくぜ。特に最後は、みんなの馴染みのあるものだから楽しみにしてほしいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目の秘密は、夏祭りの歴史、だぜ。夏祭りって、普通に楽しんでるけど、どこから来たのかあまり考えたことないわね。どんな歴史があるの？現在の夏祭りは商業的な要素が強くなっていて、屋台や露店が並んでたくさんの商品や食べ物が売られているのが一般的だよな。うんうん、どこの夏祭りに行っても屋台が並んでて、美味しいものがいっぱい売ってるわ。昔はそんな感じじゃなかったの。ああ、昔の夏祭りは、もっと宗教的な行事から発展してきたんだぜ。宗教的？特に夏は台風や疫病といった自然災害が多くなる時期だよな。だから、人々はこれらの災厄を避けるための儀式的なものだったんだ。災厄を避けるための儀式？それは今の祭りとはだいぶ違うわね。そうだな。例えば、疫病退散や豊作祈願を目的とした祭りがあったんだ。太鼓の音は神聖なものとされていて、その音が邪気を払うと信じられていたんだぜ。だから祭りの時に太鼓を叩くのは、ただの賑やかしじゃなくて、神様にメッセージを送るための儀式的な意味があったんだな。なるほど、今まで太鼓でただ遊んでるだけだと思ってたわ。そんなわけないだろ。じゃあ、みこしを担いでるのもただのお祭り騒ぎじゃないってことね。その通りだぜ。みこしを担いで街を練り歩くのは、神様に街を見せて回るためなんだ。これによって神様が街全体を守ってくれると信じられていて、災厄を避けてくれるという意味が込められていたんだぜ。みこしにはそんな意味があったのね。でも、今の夏祭りはどうしてこんなに娯楽っぽくなったの？それには戦後の日本の変化が大きく影響しているんだぜ。そういえば、昔の日本はもっと宗教的だったって聞いたことがあるわ。その一つの理由として、戦後の急速な経済成長と都市化が挙げられるな。戦後、日本は高度経済成長を遂げて、都市化が急速に進んだんだ。だから、人々は忙しくなって、宗教的な儀式や伝統行事に参加する時間や意欲が減っていったんだぜ。それに、都市化によって多くの人が地方から都市部に移住したことで、地域社会の結びつきも弱くなったんだ。なるほど、都市化が進むと、地域の伝統行事に参加する人が減っていくってことね。でも、地方ではまだ夏祭りが盛んじゃない。そうだな。特に地方では、夏祭りが地域活性化の手段として大きな役割を果たすようになったんだぜ。地方の多くの地域では、人口減少や高齢化が進んでいて、地域経済の衰退が大きな課題になっている。だから、夏祭りを利用して地域を活性化し、外部から観光客を呼び込むための重要なイベントとして活用されるようになったんだ。そういう事情があったのね。でも、地方の夏祭りが観光客を呼び込むためのイベントになってるなんて、なんだか切ない感じがするわ。確かに、昔のような純粋な宗教行事からは少し離れてしまったかもしれないな。でも、夏祭りが地域活性化のためのイベントとして大きな役割を果たしているのも事実だぜ。観光客が増えれば、地域の経済も潤うし、伝統を守るための資金も確保できるようになるからな。なるほどね。でも、やっぱり昔の祭りの意味合いが薄れちゃったのね。ああ、昔の伝統を守ることももちろん大切だが、時代に合わせて、多くの人に楽しんでもらえる夏祭りになっているとも言えるだろう。そうね、楽しめる夏祭りっていうのも、時代の流れってことかしら。でも、昔の夏祭りの意味を知ってると、もっと深く楽しめそうね。その通りだぜ。夏祭りの背後にある歴史や意味を知ることで、より一層祭りを楽しむことができるはずだ。そうね、次の夏祭りでは、太鼓の音やみこしを見ながら、昔の人たちの思いを感じてみるのもいいかも。それが本当の祭りの楽しみ方かもしれないな。二つ目の秘密は、敵屋、だ。敵屋って、要するに屋台のことよね。そうとも言うが、屋台を出して商売をする露店商人のことだぞ。いつもついついお金を使いすぎちゃうわ。でも、何か裏話があるの？そうなんだ。実は敵屋にはヤクザとの関わりが強いという話があるんだぜ。あ、でも確かに敵屋の人たちって、なんとなく怖そうな感じがするわ。でも、どうしてヤクザと関係があるの？
第二次世界大戦後、日本は大きな混乱状態にあった。特に食料不足や物資の欠乏が深刻で、闇市が都市部を中心に急速に広がったんだ。この時期に、地元の祭りや市場などで露店を出す商売が急増したんだが、これらを取り仕切っていたのが、敵屋、だったんだぜ。闇市とかって、確かに昔のドラマなんかでよく見るわ。食べ物や生活用品を手に入れるために、人々が闇市に集まっていたのね。でも、どうして敵屋がヤクザと関わることになったの？闇市での店や縁日での商売は、法律的な制約が少なく、治安も悪化していたから暴力団がその管理を引き受けることが多かったんだ。これが敵屋とヤクザの関係を強めた原因なんだぜ。特に露店商売は一種の縄張りビジネスだったんだ。地域の権力者や組織が商売の許可や場所の提供を行う代わりに、敵屋から、上納金、や、みかじめ料、として収入を得ていたんだな。なるほど、敵屋ってただの商売じゃなくて、そういう構造があったのね。お金を払う代わりに場所をもらっていたってわけね。そうなんだ。敵屋が得た売上の一部は、組織の維持費や保護費として上納されていたんだ。これが、上納金、って呼ばれるもので、ヤクザが重要な収入源としていたんだぜ。なるほどね。また、敵屋同士の助け合いのための、互助会費、も存在していて、これが組織内での結束を強める役割を果たしていたんだ。ただし、すべての敵屋がこのような上納金を支払っていたわけじゃなく、地域や組織によってその形態は異なっていたんだ。全部の敵屋がヤクザと繋がっていたわけじゃないのね。でも、今でも敵屋ってヤクザと関係があるの。近年では、警察の取り締まりが強化されていて、暴力団排除条例などが施行された。それによって、祭りや市場での敵屋活動に対するヤクザの影響力は減少してきているんだぜ。現在では、敵屋業界も法令に基づいた運営を行うことが求められているから、ヤクザとの関係が薄れてきているんだ。それはちょっとほっとしたわ。ただ、歴史的に培われたイメージや一部地域での残存する影響力が、敵屋イコールヤクザ、という印象を今なお強く残しているんだな。そういう歴史的な背景があると、イメージが残っちゃうのも仕方ないわね。そうだな。それに、最近では昔と違った新しい取り組みも増えてきているな。何かしら？例えば、キッチンカーを導入してイベントやフェスティバルに出店するようになったりしているんだ。キッチンカーは一度保健所から許可をもらえば長期間営業できるし、衛生面でも安心感があるんだぜ。キッチンカー、なんだかおしゃれな感じがするわね。そうだな、若い世代の敵や業者たちは、行政と協力して地域を盛り上げるための新しいアイデアを次々と試しているんだ。だから、今の敵屋は昔とはかなり違った形で進化してきているんだぜ。そうなのね。じゃあこれからもっと屋台で衝動買いするわ。いや、なんでだよ。ちなみに霊夢はいつも何を買うんだ。やっぱりかき氷ね。夏の風物詩だからね。それはナンセンスだな。実は、かき氷は比較的原価が安いんだ。え、かき氷ってそんなに安いの？そうなんだ。かき氷の原価は1杯あたり約30円だぜ。氷自体は非常に安価だし、シロップも少量で済むから、提供コストが低い割に高額で販売されているんだ。そんな、ショックだわ。もっと知りたいわ。他のも教えてちょうだい。わかったぜ。例えば、綿あめも原価が1つあたり約40円なんだ。特に袋にキャラクターが書かれているものは子供たちに人気だが、それでも原価は低く抑えられているんだぜ。確かに、綿あめは砂糖だけだし原価が安いのはわかるわ。でも、逆に原価が高いものって何かしら。どうせならもっと得したいわ。原価が高いもので有名なのは、焼きそばだな。焼きそばの原価は1食あたり約100円なんだ。麺、肉、キャベツ、ソースなど複数の材料が必要だし、調理時間もかかるから、他の商品と比べると利益率が低いんだぜ。焼きそばって、結構手間がかかるものね。他にも原価が高いものってあるの？あと串物だな。例えば、イカ焼きなんかはイカを丸ごと使うから材料費がかさんで、利益率が他の商品に比べて低いな。なるほど、焼きそばやイカ焼きは手間もかかるし原価も高いのね。そう聞くとついついお得なものを選んじゃいそうだわ。それも敵屋の戦略の一つなんだぜ。敵屋は、お祭りに来た人たちが楽しい気分でお金を使いやすくなっているのを狙っているんだ。また、お祭りらしい雰囲気に合う商品を選ぶことで、たくさんの人に買ってもらおうとしているんだぜ。なるほど、楽しい気分でついついお金を使っちゃうのも、敵屋の策略だったのね。三つ目の秘密は、くじ引き、だぜ。くじ引き、あれって運試しみたいな感じで楽しいわよね。豪華な景品が当たるかもって思ってつい引いちゃうのよ。確かにな、でも実はその運がかなり操作されていることが多いんだぜ。例えば、表に掲示されている豪華な景品、ゲーム機とか高価なフィギュアなんかは、実際には一度も当たらない場合があるんだ。え、
あの派手な景品って、飾りだけってことなの。ああ、その可能性があるんだ。くじの中に、当たり、がそもそも含まれていないこともあるんだ。また、仮に当たりくじがあったとしても、その確率は極端に低く設定されていることが多いんだぜ。運営者は景品の価値と売り上げを考慮して、ほとんどの参加者が外れを引くように調整しているんだぜ。そんな、大金をつぎ込んでも当たらないことが多いってことなのね。じゃあ、豪華景品なんてほとんど存在しないのかしら。実際に、YouTuber のヒカルが行った実験が話題になったことがあるんだ。彼が祭りのくじ引きを全部買い占めても、目玉の豪華商品が当たらなかったってことがあった。これがきっかけで、くじ引きの不正が暴露され、警察まで動く事態になったんだぜ。ああ、知ってるわ。それって完全に詐欺じゃないの。ああ、まさに詐欺に当たる可能性があるんだ。日本には、景品表示法、という法律があって、これは過度に高価な景品や誤解を招く表示を禁止しているんだ。しかし、屋台のくじ引きはこの法律の対象外とされることが多いんだ。だから、違法性が明確には問われにくいんだが、くじの中に一切の当たりが入っていない場合は詐欺罪に問われる可能性があるんだぜ。じゃあ、当たりが一つもないくじ引きは犯罪になる可能性があるってことなのね。それって重大な問題よね。その通りだ。最近では動画配信者たちが実態を暴露する動画をアップするようになって、消費者の間でくじ引きに対する不信感が広がっているんだ。その結果、屋台のくじ引き業者は大きな打撃を受けることになったんだぜ。なるほど、動画の影響力ってすごいわね。でも、そんな実態が暴露されたら、もうくじ引きって楽しめなくなるんじゃない？そうだな。消費者がその実態に気づくようになったことで、くじ引きの魅力がだんだん失われてきているんだ。それに、最近では景品の価格が上昇していて、簡単に高額商品が当たらないってことが広く知られるようになった。だから、屋台のくじ引きにお金を使う人も減少しているんだぜ。そういう事情があると、くじ引きにお金をかけるのがバカバカしく感じてしまうわね。でも、それって屋台の業者にとっては大変なことじゃないの。その通りだぜ。屋台のくじ引き業者にとっては、今の時代、透明性が求められていて、不正が発覚した商売は生き残るのが難しくなっているんだ。消費者が賢くなっている分、昔のように簡単に騙されることが少なくなってきているんだな。じゃあもう正直に、ハズレばっかりです。って書けばいいのにね。いや、ダメだろ。なるほどね。でも、祭りのくじ引きって、なんだかワクワクするからついやっちゃうのよね。確かにな。くじ引きのドキドキ感や、何が当たるかわからないっていう期待感は祭りの醍醐味だからな。でも、消費者としてはしっかりとリスクを理解しておく必要があるぜ。四つ目の秘密は、うなぎ釣り、についてだぞ。うなぎ釣り、釣りって言えば私は地元では釣りの霊夢で有名なんだけど。いや、知らないわ。でも、うなぎってあの高級な魚でしょ。そうなんだ。うなぎ釣りは、かつての日本の夏祭りで人気を得ていた屋台の一つだったんだぜ。生きたうなぎを釣り上げるという、非常にユニークなゲームだったんだ。それは楽しそうね。でも難しそうだわ。ああ、うなぎのヌルヌルした体表が釣りの難易度を上げて、参加者は簡単には釣り上げられないんだ。でも、苦戦しながらも挑戦する楽しさを味わっていたんだぜ。なるほどね。でも、うなぎって捕まえにくそうだし、普通の釣りとは全然違うわね。どうやって釣るの？基本的なルールは、長い釣り糸の先に餌や針をつけて、水槽に泳いでいるうなぎを釣り上げるというものだぜ。ただ、うなぎの体は非常に滑りやすくて、かなりの集中力とコツが必要だったんだ。このスリリングな挑戦が、特に子供たちや若者たちに大人気で、夏祭りのハイライトの一つとなっていたんだぞ。なるほど、ただのゲームじゃなくて、結構難易度が高いのね。うなぎを釣り上げられたら、どうなるの？もし釣り上げることができたら、そのうなぎを持ち帰ることができたり、その場で焼いて食べることができる屋台もあったんだぜ。それは贅沢なゲームね。ただの景品じゃなくて、うなぎを食べられるなんて魅力的だわ。ところで、このうなぎ釣りっていつ頃から始まったの？うなぎ釣りが夏祭りの屋台として人気が出たのは、昭和の中頃からなんだぜ。うなぎという食材が持つ特別な意味も、この屋台の人気を支えた理由の一つだったんだ。どういうこと？日本では、特に夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣があるよな。土用の丑の日って、夏にうなぎを食べて元気を出す日よね。だからうなぎ釣りも人気があったのね。そういうことだ。でも、今はうなぎ釣りなんてあまり見かけない気がするけど、どうしてなの？それにはいくつかの理由があるんだ。まず、衛生面の問題が大きかったんだぜ。生きたうなぎを扱うため、水槽の衛生管理が必要で、特に夏場の高温時期にはうなぎが弱ってしまうことが少なくなかったんだ。
それに、ウナギは非常にデリケートな生き物で、狭い水槽の中でストレスを感じることが多かったんだな。確かに、夏場に生き物を扱うって衛生的に大変そうね。そうだな。それに加えて、動物愛護の観点からも批判が集まり始めたんだぜ。ウナギ釣りだけじゃなく、他の生き物を使った屋台も同じ理由で姿を消していったんだ。例えば、ヒヨコを売る、カラーヒヨコの屋台も、動物福祉への配慮から廃れていった一例だな。動物愛護の観点から屋台が減っていったのね。確かに、生き物を扱うのは簡単じゃないわね。ああ、現在では、ウナギ釣りを見かけることがなくなったんだが、一部の地方の祭りやイベントで再現されることがあるみたいだぜ。それに、YouTube などで当時のウナギ釣りの様子が公開されているから、かつての祭りの賑やかさを見ることもできるな。今ではほとんど見かけないけど、動画で見ると、昔の祭りの雰囲気が感じられそうだわ。現代でもあったらぜひやってみたいわ。5つ目の秘密は、花火、だぜ。たまやー、夏と言ったら花火よね。そうだな。日本での花火の起源は、17世紀後半に中国から伝来した火薬技術に遡るんだ。日本で最初の花火大会として記録されているのは、1733年に隅田川で開催された、水神祭、なんだぜ。この祭りは、享保の大飢饉や疫病で命を落とした人々のための慰霊祭として行われたんだ。慰霊祭、花火って単なる娯楽じゃなくて、宗教的な意味も持っていたのね。そうなんだ。花火は、火を使う点で日本古来の信仰と深く結びついていたんだぜ。どういうこと？神道や仏教では、火が浄化の力を持つとされていて、悪霊や邪気を追い払うための儀式に使われてきたんだ。例えば、送り火や迎え火の行事もこの考えに基づいているんだぞ。だから花火も厄除けや浄化の意味を持つものとして、祭りの一環として行われるようになったんだな。なるほど、花火にはそういう深い意味があったのね。でも、今の花火大会って、そういう感じではないわね。確かに、現代の花火大会は夏祭りの一部として定着して、娯楽の側面が強くなっているな。でも、花火が持つ浄化の意味や慰霊の役割は今でも一部の大会で続けられているんだぜ。例えば、熊野大花火大会なんかでは、今でも鎮魂を目的とした花火が打ち上げられているんだ。そんなに古くからの伝統が続いているのね。ところで、花火が夜空でいろんな色に輝くのって、どうやってるのかしら？確かに気になるよな。花火の色は化学反応によるもので、金属塩が燃焼する際に発生する光が異なる色を作り出しているんだ。化学の力ね。ああ。この現象は、炎色反応、と呼ばれていて、例えば、銅は青色、ストロンチウムは赤色なんて具合だな。ええ、そういう科学的な仕組みであんなに綺麗な色が出ているのね。でも、形が色々なのもすごいわよね。どうやってあの形を作っているの？花火が特定の形を描くには、非常に緻密な設計が必要なんだぜ。花火玉の中には、星、と呼ばれる小さな火薬の塊が配置されていて、これが爆発することで空中に光を放つんだ。この星の配置や爆発のタイミングを計算することで、あらかじめデザインされた形を描き出しているんだ。なるほど、あの美しい形も職人さんたちの技術と計算の結晶なのね。ああ、現代の花火大会では技術の進歩によって、よりダイナミックで複雑な演出が可能になっているんだぜ。連続して花火が打ち上げられる、スターマイン、や、音楽と連動する、ミュージック花火、なんかがその代表例だな。視覚的な楽しみだけでなく、音楽や他の視覚効果と組み合わせた一大ショーとして進化しているんだ。花火って、本当に進化してきたのね。ああ。さらに、花火は非常に高温で燃焼するから、もし火の粉が観客に降り注いでしまうと大事故につながる可能性があるんだ。そのため、花火大会の運営者は厳しい安全基準を設けていて、打ち上げ場所や観客の位置、風向きなどを慎重に管理しているんだぜ。そうなのね。花火職人だけじゃなくて、安全に楽しめるように、いろんな工夫がされているのね。じゃあ、花火の火の玉を触ろうとするのはやめるわ。いや、危険だろ。6つ目の秘密は、金魚すくい、だ。金魚すくいはポイが破れる瞬間がたまらないのよね。いや、そこじゃないだろ。昔は金魚すくいをよく見たけど、今はどうなのかしら。現在では金魚すくいの屋台は少なくなっていて、たまに見かけるくらいになってしまったか。でも、金魚すくいは日本の夏祭りにおける伝統的な屋台ゲームの一つで、江戸時代から親しまれてきたんだぜ。江戸時代から、そんなに長い歴史があるなんて知らなかったわ。ああ。でも、そんな金魚すくいにも知られざる秘密があるんだ。何かしら？霊夢は金魚すくいで取った金魚って、すぐに死んじゃうことが多いイメージはないか。あるある。家に着く頃には弱ってるのよね。それにはいくつかの理由があるんだ。ふむふむ、
まず、金魚が健康に生き続けるためには水質の管理が非常に重要なんだ。金魚は排泄物からアンモニアという毒素を出すが、水槽内のバクテリアがこのアンモニアを分解することで、水質を保っているんだ。それで。しかし、金魚すくいの水槽ではこのバクテリアサイクルが整っていないため、金魚にとって有害な環境になってしまうんだ。なるほど、水が関係しているのね。それは低コストにしようってことでやってるのかしら。ああ、そうだな。また、多くの金魚すくいで使われる金魚は、コアカと呼ばれる種類なんだ。このコアカは、観賞魚として育てられるためではなく、他の大型魚の餌や実験用に使われることが多く、短命であることが多いんだ。そんな裏話があったのね。じゃあ、金魚すくいで取った金魚を長生きさせる方法ってあるのかしら。ああ。まず、金魚を長生きさせるためには、塩素抜き、が重要なんだ。水道水には金魚に有害な塩素が含まれているから、そのまま使用すると金魚が死んでしまう可能性が高いんだ。まずは、水質ね。ああ、さっき言ったバクテリアの話も重要だ。ああ、確かにそうね。金魚すくいは楽しいけど、その後の飼育も大切だからな。しっかりと準備をして、金魚が健康に過ごせる環境を整えてやることが大事だぜ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。